ドラワンは、香港にある、香港島の北岸にあって、ワンチャイク及び、東区それぞれの一部を含む地域である。ドラワン内いし、アズマ各は、大変に建物が密集している。中国名も、ドラワン道における、トゥーングロワンのように、しばしばローマ字で表記される。ドラワンの商業地の賃貸量は、2013年の統計において、ニューヨークの五番街などをしのぎ、 世界で最も高い、岩貝急流半島からの眺望ドラワンの、内政風街、電気道のコーズウェイベイマーケット、ビクトリア公園、ロイヤル、香港ヨットクラブ、ジャーディンマセソンのヌーンデーガン、そして、ポリスオフィサーズクラブは、東区内に位置する。一方、クイーンズカレッジと香港中央図書館は、ワンチャイ区内にある。1846年、ドラワンからの長望都市開発と大規模な埋め立ての、 以前はドラワンは陳齢がかなり堆積した湾であった。昔の形状は昔の湾に沿って走るドラワン道を地図上でなぞることによって知ることができる。開発の初期にコスウェイすなわち防波堤が築造されたが、それが今日の講師伊藤である。1 9五十年代、日本からビクトリア女王像が帰り、ビクトリア公園建設のために湾の残りが埋め立てられた時、 海岸線はさらに前進した。この像は、第二次世界大戦中、中間の社田道沿いにある広報像広場から持ち出されたものであった。ドラワンの避難港と海の神であるマスを祀った天候病の存在が、この地域が漁村だったことを物語っている。岩街、サデン街、そして砂殿棒という地名は、企業たるジャーディンマセソンの香港名が、 岩洋行であること及び人物名のジャーディンに対する漢字表記がサデンであることにちなむものである。このことは、この地域の土地が19世紀前半に英国植民地政府によってジャーディンマセソンへと払い下げられたことを今に伝えている。この地域は、ビクトリア市の中心から東にある海岸線の尖った箇所にちなんで東角と名付けられた。ビクトリアパークにおける ビクトリア女王像現在のドラワンは、しばしば東角と混同されるが、前者が後者を取り込んだことによる。元々のドラワンは、現在の MTR 天候駅の付近であり、MTR ドラワン駅は東角にある。今日のドラワン地域の概念は、県田道まで、すなわちが景況をも含んでいる。東角は、地理的名称が吸収された結果、現在はドラワンの一部とみなされる。 東角道が今に残り、埋め立てより以前の石日の先端の尖った海岸線を示している。ドラはないし、東角は香港の主要商業地の一つである。そこには現在はフランチャイズ方式で運営されている13階建ての日経デパート、スコーやタイムズスクエアといった複合商業施設がある。また、ワールドトレードセンター、ウィンザーハウス、 ハンルンセンター、ファッションアイランド、ファッションウォーク、リーガーデンズ、そしてリーガーデンズにといった少し規模の小さいショッピングモールもある。ドラワンは香港で最も賑やかな地域の一つであり、それは現地で作られたファッションと日本、ヨーロッパ、アメリカから来た製品の両方を取り扱う数多くの洒落た店が存在するからである。この地域では多くの店が深夜遅くまで開いている。 このような結果、ドラワンは若者たちにとって人気のスポットになっている。ドラワンの有名なホテルとして、エクセルシオールとリーガル香港ホテル等が挙げられる。ジャーやシャマスといった近代的なサービスを提供するアパートが過去数年間にオープンした。英語名コスウェイベイは今日のコーシー道の場所にあった以前のコスウェイすなわち防波堤にちなんで名付けられた。ドラワンの海岸の沖合に浮かんでいた。 気力島は、埋め立ての結果、独立した島ではなくなり、香港島と繋がった。この元々気力島だった場所が、ロイヤル香港ヨットクラブの所在地である。長年にわたり、ジャーディン・マセソンが、ビクトリアハーバーの傍ら、ドラワンの旧気力島のやや東側で毎日、語法を打ち鳴らしている。その法制は、香港の古くからの住民にとって何世代にもわたり、時報の役目を果たしてきた。 この伝統は今日もなお続いている。これがノエル・カワードの歌マット・ドッグズ・アンド・イングリッシュ面に出てくるヌーンデーガンであるドラワン西部の地物の中にはその名前がワンチャイで始まるものもあるがそれらはワンチャイの通例的な地域協会であるケンダミ道を越えていることに注意を要する。ドラワン書店は中国の習近平政権に対して批判的な書籍を出版していたが 2015年10月以降、書店の店長や株主ら5人が次々と行方不明になり、香港警察が捜索を行った。ありがとうございます。